さあダンベルを2つ使って全身を鍛えていきます。8種目のトレーニング、45秒動いて15秒の間に呼吸を整えたりとか動きを変えていきます。さあまずはワイドスクワットというトレーニングです。膝つま先を開いてお尻を落としていきましょう。下ろした時に膝が閉じていかないようにしっかりと開いて立ち上がりましょう。さあ胸を張ってお尻を後ろに突き出すような感じでしゃがんでいきます。こんな風に腰が丸まらないようにしっかりと胸を張って、さあゆっくり降りていった時内ももが伸びていって上ではグッとお尻を締めていきます。さあ最後まで丁寧に動いていきましょう。はい、 OK です。さあ15秒で軽く呼吸を整えます。さあ左下次の動きが出るので軽く注目しておきましょう。さあでは軽く足を引いて体を前に倒してしゃがんでいきます。スプリットスクワット、お尻もも裏を鍛えるトレーニングです。膝が前に出ないように体をしっかりと前傾させてお尻を後ろに引いていきます。股関節から曲げていきましょう。ゆっくりしゃがんだ時にお尻が突っ張っていく感覚があれば OK です。さあこれも丁寧にお尻の伸びを意識しながら行っていきます。さあ、 あと少し頑張っていきましょう。はい、OK です。さあでは軽く呼吸を整えて次の動きに備えていきます。さあ左下の動きに注目、次は反対側です。足を引いて体を倒してしゃがむ。さあ上体はしっかりと倒してしゃがみながらさらに少しだけ倒していくイメージです。前の足に8割ぐらいの体重をかけて、2、3秒かけてゆっくりしゃがんで立ちます。さあしっかりお尻の筋肉は意識できていますか？さあ、 あと少し頑張っていきましょう。はい、 OK です。さあではダンベルを置いて腕を振りましょう。さあ次はプッシュアップ、胸のトレーニングです。さあ膝をついたら手を広げて体を下ろしていきます。腕を広くついた腕立て伏せですね。指は外側に向けて頭を下げないように、頭が一番高い位置に来るように手の真ん中のあたりに溝落ちを下ろしていきましょう。さあ結構きついトレーニングです。無理のない範囲で行っていきましょう。体を下ろした時に胸が伸びていきます。さあ体幹はまっすぐキープしてあと少しです。はい、 OK です。さあでは軽く手を振って、さあ次は仰向けです。さあダンベルを持って天井へ向かって前習い、背中の隙間を少し開けましょう。さあ次も胸のトレーニング、ダンベルフライというトレーニングです。さあ背中が丸まるとうまく胸を開けないのでしっかり胸を張って腕を水平に開いていきます。下ろした時に胸がぐーっと伸びていく感じです。さあ肘はほんの少しだけ曲げて肘が最初に床に設置していきます。さあ胸を張ってしっかり開いていきましょう。はい、 OK です。さあでは体を起こしていきましょう。
さあ次はダンベルを1つ使います。片手にダンベルを持って膝と手をつきましょう。さあ背中のトレーニング、ダンベルローというトレーニングです。さあ胸を張って、こんな風に肘が開いちゃうとうまく背中が使えないので脇は締めて肘をちょっと内側に寄せるような感じです。さあ背中が上手に鍛えられると後ろ姿が美しくなります。脇から腰までのラインをきれいにしていきましょう。脇を締めて背中がキュッと締まる感覚があれば OK です。さああと少し頑張りましょう。はい、 OK です。さあでは反対側です。さあダンベルを持って片手床、両膝をついて引いていきましょう。はい、いきます。こんな風に肩が落ちてしまうとうまく鍛えられません。肘引くと同時に少し胸も上げるような意識でグッと背中を寄せていきましょう。さあ背中ちょっと意識するのが難しいんですが、フォームを丁寧に、背中の筋肉をしっかりと意識していきましょう。さあ呼吸を止めずにあと10秒ほど頑張っていきます。はい、 OK です。さあ腕を振って、さあ次ダンベルを2つ持って肩を鍛えていきます。ダンベル右の横から頭の上に上げていきます。ダンベルは真上じゃなくて少し顔を挟むような感じで上げていきましょう。体は後ろに倒れないように体幹はしっかりまっすぐキープして上げていきます。さあ肩の筋肉をしっかりと意識して、さあ首がすくまないように首は長く保ちます。さああと少しです。はい、 OK です。さあ腕を振って、さあ二の腕のトレーニング今日は2つやります。まず最初のトレーニングは左下のフレンチプレスというトレーニングです。ダンベルを2つ持ってくっつけます。頭の後ろから上に上げていきましょう。無理に肘を伸ばすと体が前に来てしまうので、常に体の後ろで動かすイメージ、肘は無理して伸ばしきらなくても OK です。頭の後ろにダンベルを下ろしていくときに伸びを感じていきます。結構ダンベル2つ使ったりするので、使ったら、両手で1つを持っても大丈夫です。最後までいい姿勢で行っていきましょう。はい、 OK です。さあもう一つ二の腕のトレーニング、次は片手ずつ鍛えるトレーニングです。さあダンベルを1つ持って手と膝をついて肘を上げておきます。これ肘を伸ばす、伸ばす。肘が落ちてきてしまうとうまく肘が伸びきらないので、しっかり胸を張って、戻しすぎてしまうと負荷が抜けるので、下ろした時肘90度ぐらいを意識していきましょう。さあ二の腕の負荷を抜かずにしっかりと肘を伸ばしきるのがポイントです。二の腕をしっかりと意識して、はい、 OK です。さあ今日のトレーニングあと1種目です。
さあ片手にダンベルを持って準備していきましょう。さあ最後頑張っていきます。しっかりと肘を上げたところから肘を伸ばしきる、伸ばしきる、上げた時にグッと二の腕が硬くなるような意識で動かしていきましょう。上げた時グッと締めて、下ろす時も力を抜かずに。さあ今日のトレーニングあと10秒で終了です。はい、OK です。さあお疲れ様でした。さあそれではまた次の動画でお会いしましょう。